100周武道具店の動画。スライム君とゴマアザラシ君は同級生ですが、普段は遠くに住んでいるので、久しぶりに1年ぶりに一緒に稽古することになりました。はじめ。いやー、シュポポ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 、いやー、シュポポ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 、シュポポ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 、シュポポポポポ、ちょっと待てい、さすがにちょっと声が独特すぎるやろがい。なんでそんな声出すの？何が？自分じゃ気がついてないのか。別に誰も何も言ってくれないし。発声っていうのはな、剣道の基本にもかかわらず非常にデリケートな問題なんだ。注意されたら 100% 誰だって傷つくし恥ずかしい思いをする。だからみんな気を使って言ってくれないんだ。でもこのままではダメだ。今から発声仙人のところに連れてってやる。ちょうど今発声仙人が練習をしている時だ。よーく聞け。長谷仙人、ありがとうございました。素晴らしい声でした。何かコツがあるんですか？発声はな、段が上がっていけば勝手に上手になっていくと思っているものがほとんどなんだが、そうではない。発声にも練習が必要なのじゃ。発声にも練習が必要なのですね。よくわかりました。でも何年ぐらい練習すればできるようになるんですか？僕まだ6歳だよ。6歳かい。こんにちは、百秋ブログ店のぐですよ。さっきのね、シュポポポポっていう人、実はこれね、実話なんですよ。本当にいらっしゃったんですよ、そういう人が。シュポポポなんですよ。シュポポポポポポ、シュポポポポポ。初対面だったんでね、とても言えなかったですけど、まあ不思議な人いるもんだなぁと思いましたね。今日はですね、発声、声の出し方やりましょう。声っていうのはね、みんな大きい声出すの恥ずかしいよね。で、先生方でなんで声出さないんだろうって思ってんだよね、この温度差。それで発声っていうのは一番その剣道の中でね、上達が早いんですよ。というのは、打ちとかっていうのは上手になるのにもういっぱい練習して、もう何日もかかったり、場合によっては何ヶ月もかかったりするんだけど、発声っていうのはその日のあなたのやる気次第なんですよ。もう上手になったら、じゃあ声から出そう、うわっ、だから上達が一番早いのが発声なんですよ。なんだったら1日でも上達しますからね。それと発声っていうのはね、勝手に上手になっていくもんじゃなくて、あるタイミングでやっぱり見直さないといけないんですよね。その級、その段に合った発声の仕方っていうのがあるんです。いつも先生がね、腹から声出せ、腹に力入れろって言うんだけど、どこのことって話なんですよ。聖歌丹田って言って、おへその9センチ下、まあ男性でね、9センチ下、約9センチ下のところを聖歌丹田と言って、東洋医学で実は気が溜まるところって言われてるんですよ。ここに力を入れて、上半身はリラックス、下っ腹に力を入れる、聖歌丹田に力を入れて、いやーと声を出すと。まず力を入れるところね、ここは力抜くと。聖歌丹田の場所、分かりにくい人、特にまあ小学生とかね、もう仰向けになって寝っ転がってください。寝っ転がって足上げると腹筋の下の方が疲れるんですよ。腹筋の下の方、その辺を意識しながら声を出すイメージ。これは僕も講習会で習ったことなんだけど、特に小学生にね、説明するときに、いやーが基本だとするじゃない。いやーを基本だとすると、いやーのいやーを大きく言います。いやーいやーいやーを大きく。いやーじゃない。いやーと、これ、いやーを大きく言うんだ。そしてやっぱり、尊虚して立ち上がって、ちょっと長めに言った方がいいですよね。いやー。いやー、こうね、腹の底からほとばしるような、下から湧き上がるような、いやー、こう下から湧き上がるような感じ。いやーじゃないよ、いやー、下から湧き上がるような。思い出してください、声にも練習が必要ということ。上手になりたい人はお風呂の中でも車を運転しながらでも声出す練習してください。発声にも練習が必要です。
そして発声にも注意点があるんですよ。いつもの本音全県令の剣道指導要領いきますよ。注意点、まず1番、初心者に対しては意識的にできるだけ大きな声をかけさせる。もう指導者が見本となって特別に大きい声を出しましょうね。次2番、掛け声での一気の継ぎ目は隙となるので注意させる。掛け声の途中で息の継ぎ目ってダメなんですよ。これ知ってました？僕はあんま意識したことなかったんだけど、確かにそうですよ。例えば、どこがいいですかね。まあ、切り返しの最初なんかね、いやー、めん、ここ切れてるでしょ。いやー、めん、いやー、めーん。ここで、息継ぎ。そして、めん、めん、めん。やっぱ息継ぎを、この、いやー、めーんまでは一息でいこう。やっぱり、そこ好きになっちゃいますからね。次は注意点の3番ですね。打突の動作と掛け声を一致させる。打つ時には、いや、面なら面と声を一致させると。そういうことですね。これはわかるね。次4番目。打突後に、いたずらに自己の打突を誇張するような発声は、慎むようにさせると。例えば、面1本打った後にね、面、俺1本入ったー、やったぜー、うぅー、ダメよ。次は注意点5番ですね。相手を蔑むような言葉は使わないようにさせると。例えば、メイン打った後に、メーン入ったイエーイこんなのも買わせんのアホちゃんアホやアホや当然ね、当然ダメ。それで僕気がついたんですけどもね、講談社になればなるほど、上へ行けば上へ行くほど、声も基本通りですよね。打突部位を面なら面、コテならコテっていうだけな気がするんですよ。もう、本当にね、もう僕らぐらいが一番怪しくて、おこて取ったなり一本みたいな、なんかもう、取ったったみたいな、なんかね、こう余計な語尾がついてる、その語尾みんなこうカットしてカットして、基本の通りやりましょうってことですね。じゃあまあ今日もこの辺で、まとめとしてはですね、いやのいやを大きく出す。そして聖火丹田、へその下9センチ。ここに力を貯める。下から湧き上がるような声を、気持ちを乗せて出す。ですね。またいつかお会いできる日を。ありがとうございます。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。